実験大好き MNL です。今回の話題はアマチュア無線開局ほやほやお悩み相談。一応私開局いたしましておよそ43年経過しております。その間に聞いてきた噂話ですね、これらを含めて私の独断と偏見でね、いろいろと回答させていただきます。本当はね、このようなお悩み近くの OM 各局にね聞いていただくのが一番確実だと思います。ただし今の時代聞くことがね本当に難しい時代だと思います。呼ぶ呼ばれるアマチュア無線しますとね、必ずこの問題があると思うんですよ。 CQ を出した方がいいのか、 CQ を出してる局長さんを呼んだ方がいいのかっていうのはね、いろんな話あると思うんですよ。当然マイクを使ったね QSO、 あとは電信ですよね。これにおいてもね、この問題っていうのはねいろいろとあると思います。一般的に言われるのはね、まずは呼んだ方がいいでしょうと。 CQ 出すよりはね呼ぶ方が比較的ね楽なことが多いと思います。詳しいことはねこちらの方の動画の方でもね説明させていただいております。まず重要なのが呼ばれる側呼ぶ側もね優越はあんまりないと思うんですよ。一応そう言わないとね話は前に進まないと思います。ただしやはり呼ばれる側はねさばいていく快感がたまらないっていうのは私自身も経験したことがあるんでね、正直言うたらねそれは呼ばれる側の方が優越感は高いと思われるんですけどね、基本ねもうそんなことどうでもええと思うんですよ。好きなスタンスをね取った方がええと思います。ちなみに私はね呼ばれるのはあんまり好きな方じゃありません。なぜね呼ぶ側がええかと言いますとね、相手を自由に選べるんですよ。やっぱり人間です。なんかこの人と話したくないなっていうのは大なり小なり合うと思うんでね、呼ぶ側はね選ぶ権利がありますからね、メリットと思ってね呼ぶ側に回ってみるのも一つの方法だと思います。いきなり呼ぶんじゃなくて、その方の QSO をね、ワッチすると確かに10分15分かかるかもしれませんけどね、その方のね QSO を聞いてみてなんか話が合いそうとか、またはね呼んでみたいと某 YouTuber の方もね言われてはいたんですけどね、やっぱりおられるんですよ。その人の声を聞くととかね会話を聞きますとね是非ともね話してみたくなると、やっぱりそういうね丁寧な方をね選びながら QSO を楽しむのもね一つの方法だと思います。やっぱり趣味の世界と言いましてもね、やっぱ第一印象っていうのはね重要だと思います。呼ぶ側のね一番のねメリットっていうのはねここがねコントロールしやすいと思いますからね、私はどちらでもいいとは思うんですけど、とりあえずね私含めて呼ぶ側の方がね気が楽だと思っております。 QSL カード、これも YouTube の定番ネタっていうんですか、もう JARL さん含めてのね話が必ず入ってくると思うんですけどね、まずどうしようかなと思って迷うようならね、QSL カードは間違いなく準備された方が楽だと思います。で JARL の方もね確かにお金かかります。安いとは言わないんですけどね、迷うぐらいならね入った方が勝ちだと思います。アマチュア無線しておりますと QSL カード欲しい方いるんですよ。その欲しい気持ちっていうのはねいろいろとあります。また後ほど説明しようかなとも思うんですけどね、やっぱり欲しくなる無線機の出力を落とす楽しみが増えてきますとね、どうしてもねその 1QSO でねカードが欲しくなるっていう瞬間がね多分いらないという方もね立場とかね条件変わると変わってくるんでね、私はね QSL カードが欲しい方に合わせていった方がね気が楽だと思います。ノー QSL っていうのはね言うの簡単ですからね、まずは難しい方にね合わせていただくのがねポイントだと思います。また詳しい内容はねこちら見ていただいた方がいいと思います。 QSL カードの交換なんかねもう意味ないや、確かにねほとんど意味ないと思います。交換しますとねどんな無線機使ってるとかどんなアンテナを使ってるのかっていうのもね書かれてることが多いんでね、私はねその辺の情報がね欲しいがためにね QSL カードを交換しているような形です。なかなか最近ね口頭ではその内容を話せない傾向が強いんでね、そういう点ではね QSL カード、無線機、アンテナ、出力ですね、この辺の情報はね記載されてると思うんでね私自身はね参考にしております。 QSL カードの方もねめちゃくちゃ最近簡素化されてるんですよ。私みたいな人間が増えてきたんでしょうね。カードのデザインに凝ってない方も多いんでね、最終的にはね廃止していくのもね、選択肢だと思います。詳しいことはねこちらの方の動画すいませんけどね詳しく紹介しております。意外とね QSL カードデザイン凝ってもねもう時代的にはねもう半分ぐらい終わってるんじゃないかなとね思っております。ただなんですけどねこれこちらの方の動画で紹介しております90年前の QSL カードっていうのが大阪日本橋のね中野無線さんのオーナーさんがね創業者からね引き継いでる QSO カードがあります。何気に見ていただいたら分かると思います。今と内容は全く一緒なんですけどね、この当時電信です。最低限のことしか QSO できないんでね、その方がどこに住んでいるのか、細かな情報、どんな真空管を使ってたのか、どんなアンテナを使ってたのか、で、どれぐらい渾身が激しかったかっていう情報をね、やっぱり知るのはね、QSL カードしかなかったと。まあ時代背景も合うと思うんですけどね、QSL カードのね、価値っていうのはね、この当時見ていただければね、なんとなくその理由っていうのがね、分かっていただけると思います。一つね、注意していただかないといけないのがね、QSL カードの電子化問題。これね、記念として集めてる方々にとってみたら何の問題もないんですけどね。アワードを集めようとしている方はご注意いただければと思います。特にアメリカ関係は今非常に厳しいっていうんですか。まあこの中でもね、ご紹介しておりますけどね、アメリカ関係のアワード取ろうとしますと、紙の QSL カードをね、電子化しますとね、アワードに使えないと。他の日本を含めてはね、一部いい、一部いかんかもしれんっていう話は稀にはあるんですけどね、必ず QSL カード、紙のやつを電子化した場合はね、それが本物か偽物か証明する手段がないんでね、あくまでも性善説でしかやっていくことしかできないと思うんですけどね、やっぱり紙はね、やっぱ偽造したという話は昔聞いたことあります。まあやっぱりすれば何らかの証拠は残っていくと思うんですけどね、中途半端に電子化するとね、わからないからっていうので、無効として扱われることもありますからね。この辺はね、もうちょっと私も IT 関係やってるんでね、話すと長いんですけどね、電子化した場合のね、有効性を確認する手段のね、かなりの部分はお金がかかります。まあその辺の話もね、していかないといけないんじゃないかなとね、個人的には思っております。JARL 問題。先ほどもね、カードの話して申し訳ございません。まあこの話もね、今ちょっと盛り上がってるって言えば盛り上がってると思うんですけどね、私的にはね、3年程度は加入した方がええと思います。QSL カードの対応ですよね。例えば届くのが1年かかってるからって怒ってる方々も多いと思うんですけどね。昔は2、3年かかってましたね。大体私もそうだと思うんですけどね。QSL カードっていうのは3ヶ月とかで半年に1回しか出さない人、中には1年に1回しか出さない人もいるんでね。そんなに急いだところで早く届きません。っていうか、全部来ることもないと思うんでね。届きゃ勝ちやと私は思ってます。まあ正直言って1年で来る来ないの論議よりもね、手元に届くだけでも奇跡やと思うぐらいの方がね、多分話は早いと思います。カード問題よく言われてますけどね、やっぱり JAL が主催してるようなね、各種のイベントも参加しやすくなると。JAL のね、イベントっていうのは別に会員証なくても入場することは可能だと思うんですけどね、気持ち的にはね、参加しやすくなると思います。加入してるとね、融通が利くと。お金払わなくてもね、アマチュア無線関係のイベント入れるものがあります。ただその原資となるお金ですよね。これどっから出してるんですよ。で、家内の場合は JAL がある程度出してますからね。JAL から出てるお金のほとんどっていうかほぼ全部はね、会員から集めたお金です。誰もお金出さなくなるとね、主催できなくなるんですよ。ぜひともね、入っていただいた方が気持ちね、やっぱり参加しやすくなると。買えるサービスはね、まあいろいろと試してみると、まあJALの場合ですとね、また後日ご説明しようかなと思うんですけどね、まあ使えそうなサービスがちらほらあると思います。その大半はね、まあカードの転送だとは思うんですけど、まあそれでもあれだけのカードを処理されてると思います。まあ私も年間そんなにカード出さないんでね、正直言うて個人的には赤字やと思ってますけどね、払う価値はね、十分あると今でも信じております。まあ私自身もね、ここで話すと長くなるんですけどね、JAL 創世記、支部長とかされてた方知ってるんでね、その方の苦労話も聞いておりますからね、やっぱりそういう方の苦労話聞きますとね、まあ JAL の存在意義っていうんですか、つくづくね、個人的には感じております。ヤジ問題。まあアマチュア無線のヤジって言いましたね。1980年からまあ2000年ちょい手前ぐらいまではね、もう各バンドすごかったですよね、ものすごく。更新中にまあかぶせてくると。まあビートとかね、上からあーやうーやって言ってかぶせてきたりね、暴言を吐くような内容っていうのはね、まあ7メガとか2メーター聞いててもあっちこっちであったと思います。まあほぼこれね、最近聞くことは少なくなったと思うんですけどね、YouTube ではね、そういうネタがウケるからっていうてね、アップされてる方も結構多いと思います。ただ最近ね、なかなか聞いてもそこまでのヤジってないと思います。まあ昔よりはね、アマチュア無線のバンドも空いてきております。非常にね、マナーはようなってると思います。文句言う相手がおらんっていうのがね、正直なとこだと思います。この辺のヤジ問題っていうのはね、ほぼ 100% の方が経験していると思います。まずはね、無視するのが一番だと思います。まあ確かに無視できない内容もあるかもしれないんですけどね。人間生きていくためにはね、無視することも必要ですからね、まずはね、無視していく気持ちをね、大切にしていただければと思います。どうしてもね、野次郎とその人だけがね、表立つとして、また YouTube で上げると、またその方がさらにね、上がっていきますからね。まあ、その辺はね、紳士の趣味です。非常にマナーの言い方が多いのはね、間違いないと思います。運用スタイルへの助言。これも定番ネタと言ったら定番だと思うんですよ。ハンディ機を使ってたら、まあ怒られたというか指摘を受けたと。で、あと他のエリアから運用してたら指摘を受けたっていうお話があったと思います。これね、ほぼアマチュア無線の QSO をする時の定番ネタっていうんですか。ほぼいじられネタだと思います。特にね、ハンディ機使ってる方。まあこれね、もう私もね、言っちゃうし、実際にね、動画も作っております。この動画見ていただいたらわかると思うんですけどね。ハンディ機使って開局された局長さんはね、できるだけ他の無線機ご購入して、もっと幅広く運用した方がいいっていうのはね、ほぼネタですね。YouTube のネタでもありますしね、QSO をする時のネタにもなっていることはね、事実だと思います。アンテナも一緒なんですよ。ハンディ機に内蔵されてるね、アンテナ使ってたりしますとね、いや、もっといいアンテナ使った方がいいですよとか、こうした方がいいですよってね、いろいろとね、いじってくるっていうんですか。もうこれもね、定番ネタだと思います。私自身のコードサインがね、5エリアなんですけどね、住んでるのはね、3エリアなんですよ。ですから運用するときにはね、ポータブル3をつけてます。変わらずね、これも聞かれます。ほぼ定番ネタです。私の方はね、一つのコードサイン、使い回しする理由をね、まあ簡単に説明してね、話のネタとしてね、扱っております。まあ人それぞれね、まあご意見ありやと。まあ実際はね、もうほぼ話のネタですよね。大半は。やっぱそういう話でもせんとね、会話の時間が稼げないっていうんですか。まあほぼネタやと思ってね、聞き流していただければと思います。気分転換重要。ここなんですよ。アマチュア無線。先ほどの話ともね、連動してるとこなんですけどね。バンドとかね、モードですよね。これが変わりますとね、集まってる人がね、全然違うんですよ。これはね、実際に運用するまで気づかないと思うんですけどね。アマチュア無線して嫌な思いした時にはね、他のバンドに行くのが一番だと思います。他のバンドに、まあ移動してしまうと。理屈考えるよりもね、バンド変わりますと雰囲気変わります。もうぜひともこれをね、実践していただければと思います。特にね、144、430メガからでしたね。まあ50メガ、HF ですよね。この辺をね、境に全然集まってる人のね、考え方、異なってると思います。まあやっぱハンディ機はね、不利っていう話になっちゃうんですよ。ですから最低でもね、オールモード、オールバンドに出れるね、まあモービル機相当っていうんですか。例えば IC-705 ってね、直接言うたらちょっとまずいかなとも思うんですけどね、最低限あれぐらいの無線機がないとね、アマチュア無線楽しむことはね、非常に難しいと思います。ほぼこの辺の話、定番ネタです。あくまでもね、定番ネタやと思ってね、軽く聞き流していただければと思います。まとめの方をさせていただきます。この辺の話ってね、まずはね、ローカル局との間でね、いろいろと相談してたような内容だと私はね、思うんですよ。最近ね、アマチュア無線の QSO も非常に短時間やと、ロングの QSO をしないんでね、そこまで意味のある内容のね、話をしない、または個人情報だからしたらダメだろうみたいな形もあるんでね、ますますね、一般の QSO の中でね、まあ相談できない。まあ確かに聞かれる可能性 100% ですからね、あまりやばい話はしない方がいいとは思うんですけどね。でもまあ昔は結構ね、こういう話っていうのはね、ワッチしてたらね、あっちこっちで聞こえてたと思います。次はね、ハムショップ行って相談してた人も多いと思うんですよ。まあ実際ハムショップに行ってね、店員と話すよりもね、ハムショップに来てた周りの人と相談してるような内容だと思うんですけどね。まあその方々からね、まあいろんなご意見がね、聞けたと思うと。もうその辺はいろんな意見あると思います。ただね、意見はね、間違いなく店員よりもね、周りのお客から聞けたと思います。最近でしたらね、もうこういう内容、YouTube が結構ね、主体になっちゃってるんですよね。もう申し訳ないです。私自身も YouTube やってはいるんですけどね、非常にこのご意見っていうのはね、もう偏ってると。もう私の今回の動画見ていただいても分かると思うんですけどね、めちゃめちゃ偏っております。ぜひともね、YouTube の話を正にするよりも、周りのローカルさんおるようでしたらね、4、5人に聞いた方がね、有意義な回答が返ってくるんじゃないかなと。YouTube 自身がね、やっぱ偏った内容にならないとね、ちょっと面白くないのかなっていうのでね、そういうね、傾向になっちゃうこともあると思います。近くのローカルさんを見つけてね、お話しするのがね、一番解決に近いんじゃないかなと思っております。お空でお会いする日、楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。